朝日21の受付はね、この朝日っていう居酒屋でやりますね。マンションだな、元。あ、洗濯機、掃除機、あ、いいね。ここは一応ユニットバスありますね。はい、クローゼット、ベッドがこんな感じ。部屋から見える景色はこんなですね。以上、朝日21というホテルです。200します。ビーチ行きますね。玄関、玄関、昨日と系列ホテル、借り主の泉崎っていうところですね。まず入ってすぐ左側にシャワーとトイレ。なんか不思議だね。これは、あれ？あ、これだけ？大丈夫なのかな。で、入ってすぐ右に洗面台。と、下は冷蔵庫ね。鏡があって、ここに座るところがあって、テレビがあって、あれ？ベッドは？ベッドはね、これ靴ここで脱ぐのかな？靴ここで脱いで、スキップ
フロア、ベッドはないと思いきや、この階段を上がって、はい、ここにベッドもありましたね。やば、天井ぶつかるし、不思議な作り。わあ、こういうところ初めてですね。ベッドの付近にはコンセントだけ。はあ、これはどこで直んだらいいんだろう。いや、トイレ降りるの大変そう。乗って止まらないね、ここは。はい、そんな感じでした。外にはこの下はローソンあるし、目の前にセブンイレブン、コンビニは抜群に近いですね。以上、ルームツアーでした。